今の私を警戒するのはとても賢明な判断よ。何せ博士は人の意識を操るような力を見せたんだもの。別れてから私と博士に何が起こったのかあなたたちは知らないでしょ。災害レベルの暴雨の後は地面に溜まった水が空に見えてしまうことと同じだわ。うん、確かにこんな変な比喩を使えるやつ本物のナヒーダぐらいしかいなさそうだな。ん？私は別に信用を得るために今の話をしたわけじゃないわ。ただより簡単に理解できるようにと。まあまあもうわかったから。ナヒーダ、オイラたちが離れた後何が起きたのか教えてくれよ。あの市民たちはどうなったんだ？あなたたちが離れてから私は全力で全ての民の意識は修復していたわ。幸い博士の言っていた情報を潜在意識に投入するというのは脳に直接書き込むわけじゃなくて人々の脳裏に幻覚を作り出すようなものだった。だから私の今の力でも解決できたの。彼が私をコントロールしようとした瞬間、全員の意識修復が完了した。だからすぐに、意識転移を使って、その場を逃れたの。ふぅ、博士の不意打ちなんか予想してなかったからな。ナヒーダがいてくれてよかったぜ。それほど良くもないわ。人々の意識を修復する過程において、博士は私の本当の身分を見抜いたわ。これで、私たちの切り札が、また一枚減った。それに、彼にアーカーシャ端末を改造する力があるのなら、私の意識を捕獲するのも時間の問題かもしれない。じゃあ、もう今までみたいに、自由に意識を転移できなくなったってことか。一体どうすれば。あいつは今教練院にいるし、確かにまたアーカーシャに細工するかもしれないよな。なんだかもてあそばれてる感じだ。厄介な相手だぜ。それに噂じゃ博士は単純な武力だけでも確実に第2位の座につけるらしいぜ。まだ落ち込むには早いわ。突破口を探しましょう。おう。そういえば、ナヒーダはどうしてオイラたちがパルディスディアイに来ることを知ってたんだ？お前もここで待ち伏せてたのか？ええ。私は旅人の元素力を感知することができる。力の移動する方向を頼りに場所を推測したの。あなたたちも観光のために来たわけじゃないんでしょ？何か手がかりを見つけたの？オイラたち、以前知り合った学者を探しに来たんだ。ティナリって言うんだけど、前に賢者に勧誘されてるのを見た。ナヒーダも一緒に行ってみるか？え、行くわ。その彼を巻き添えにせずに済めばいいのだけれど。旅人？旅人ではありませんか。あ、お前はハイパシア。本当ですわ。なんて嬉しいことでしょう。あなたたちに会えるなんてとっても幸運ですわ。この人は？オイラたちがアビディアの森にいた時に会った修行中の学者なんだ。あの時はサティアオダライフの段階にいたんだ。そうなの？ええ、よく知っているお友達です。ここに来てからというもの、私と話をしてくださる方はほとんどいませんでしたわ。本当に、ちょうどいいところに来てくださいました。ハイパシア、喜びすぎだぞ。ところで、アビディアの森を離れるなんて、もう森で修行しなくてもいいのか？いや、待てよ。もしかして、修行が終わって、もうパリプーナライフに入ったのか？どうでしょうね。私、
意識の中で神に会いましたの。本当か？よかったじゃないか。あなたたちとこの崇高な喜びを分かち合うことができるなんて、なんと素晴らしいのでしょう。神と意識を交わすことができたあの瞬間は、比類なき至高の体験でした。そんなにすごかったのか。そうなんですの？あ、少し待ってくださいな。あなたたちとの約束を忘れていなくてよ。あの時、もし私が真の知恵を手に入れたら、あなたたちがかつて世界中で見たものを説明できるかも、と言いましたでしょ？今の私は、知恵を手に入れただけではございません。あなたたちの意識と神の意識をつなげるお手伝いだってできますのよ。そんなことができるのか？聞いたことはないわ。でも、試してみたいのなら、私はあなたの意識を全力で守る。少し待っていてくださいな。パラハームを少々持ってきますから。これは、必要不可欠な儀式なんですの。またあのお香か？さて、では。私の手を握ってくださいませ。意識をつなぐ通路を作ります。ええ。準備はよろしいかしら。かつて三度も裏切られ、この世は欺瞞に満ちたまやかしに過ぎないと知った。僕の怒りが静まることはない。一度目が神、僕の創造者、僕の母。それは力に左右され、役立たずの僕を捨てた。二度目が人、僕の家族、僕の友人。それは恐怖に縛られ、僕を忌まわしいものとみなした。三度目が同類、僕の期待、まだ羽の生えそろわぬ鳥。それは寿命に支配され、僕との約束を破った。人は信用できず、神は憎しみを与えるから。僕は全て諦め、人の世の一切を否定し嘲笑う。二度と胸の内を世俗に染めはしない。卑劣な人の感情も捨てた。僕の空っぽな部分は、生まれたばかりの真っ白な巻物のような、神聖に満ちた至高なる神の心で満たされる。恐れずとも、痛みはほんの一瞬だ。君たちの時代は今終わる。これはオイラたちが見たのって、残響の過去なのか？いろんな情報が重なったぞ。でもハイパシアの言う神が残響なんかと何の関係があるんだよ。ご覧になりましたか？感じましたか？崇高なる神、崇高なる意志、崇高なる感情を。はあ、残念です。本当に残念です。私のこの胸の中で鼓動しているのは、ただの汚い人間の心。
私に救済を。気づいているかしら。これはパリプーナライフなんかじゃないわ。おそらく。どうして怒鳴りつけるのですか。どうしてあの方たちは私を避けるのです。私は神の知恵を手に入れたのですわ。褒められるべきではありませんか。暗闇の中で探索を続け光を見つけたのですよ。ハイパシア、そうあるべきですのに。いえ、お待ちを。まさか私は気が狂ったのですか。待って、あたりがおかしいわ。また旅人本人なの？さっきまでずっとナヒーダがお前の体を操ってたんだ。キャサリンの人形が壊される直前に意識を急いでお前の体に移したみたいだった。そしたらティナリが騒ぎを聞きつけてやってきて、一緒に傭兵たちを倒してくれたんだ。それでここまで逃げてきたってわけだ。え？交換？もしかしてお前の意識もナヒーダの体に入ってたのか。それでナヒーダの意識はどうなったんだ。今どこにいるんだよ。意識をこうして自由に転移させられるなんて、この目で見てなかったら信じられなかったよ。これはまだ人が到達できる範疇のことじゃないだろうね。そうだ、さっき逃げるとき君の肉体に入っていた意識から君への言伝を頼まれたんだ。彼女はこう言っていた。博士はすでに意識を閉じ込めておく方法を見つけた。もう同行はできないけれど、たとえ月のない夜でも星の光は虚言と嘘を突き破ることができる。これでナヒーダは完全にスラサタンナ聖書に閉じ込められたってことか。まずいぞ。ナヒーダが言い残したのはそれだけか。わけがわからないぞ。あ、そっか。博士はもうナヒーダの意識を捉えてるから、ナヒーダが何を言ったかわかっちゃうんだもんな。慎重なんだ。たとえ月のない夜でも星の光は虚言と嘘を突き破ることができる。月と虚言と嘘は過信探査の時の錬金占いだよな。星の光もナヒーダが前に使ってた比喩だったような。確か
セタレに関係があったか？おお、そういえばそうだったな。つまりナヒーダは砂漠に助けを求めに行けって言いたかったのか。でもナヒーダがいない今、オイラたちだけで大丈夫かな。ハイモン、今スラサタンナ聖書って言った？君たちの言うナヒーダ、つまり旅人の体の中にいた意識は、もしかして宗神様なわけ？確かに合ってるけど、今は複雑な状況でちょっと説明するのが難しくて。いや大丈夫、学者の好奇心は何も時と場所を完全に選ばないわけじゃない。状況がどれほど複雑なのかはちょうどさっきこの目で見てるしね。君たちとはひとときを共に過ごした仲だし、クラクサナリデビ様も君たちの味方みたいだから、僕は君たちを信じるよ。おう、ありがとな、ティナリ。そうだ、オイラたち前から聞きたかったんだけど、賢者たちの進めてるプロジェクトについて何か知らないか？それが、僕は確かにプロジェクトに参加しろって誘われたけど、賢者たちは一切その詳細を話してくれなかった。だから断ったんだ。僕が知っているのは、プロジェクトが世界樹の修復と関係してるかもってことだけ。ん？ナヒーダと意識を交換してた時に何か見たのか？え？根拠は？そうか、なるほど。道理でハイパシアの症状が以前の狂った学者たちとは違うと思った。今生まれようとしてる新たな神の意識に触れたからだったんだ。ティナリはハイパシアのためにアビディアの森を離れたのか？そう、ハイパシアの精神の異常に気づいたんだ。だけど症状が特殊だったから、こっそり彼女をパルディスディアイまで連れてきて、彼女を元に戻す方法を探ろうとした。そうでもしなければ今頃彼女はマハマトラたちによって砂漠のアール村に追放されていただろう。ところで、僕も以前から凶霊院がクラクサナリデビ様を軽視していることは知っていたけど、まさか新たな神の創造なんて、傲慢でうぬぼれたことをしようとしてたなんてね。誘いを受けなくて正解だったよ。博士と残票、ファデュイの執行官が二人もスメールにいるのか、先が思いやられるね。でも君の説明からすると、プロジェクトはまだ完全には終わってない。つまりまだ奴らを止める余地はあるってことだ。新たな神の創造と世界樹の修復に一体どんなつながりがあるのかな。賢者たちの目的は未だにはっきり分かってないんだよな。おお、今ある情報もだいぶ整理できたしな。まずは行動しようぜ。ティナリ、何か考えはないか？僕はひとまずここに残る。ハイパシアの方もなんとかしてあげたいしね。砂漠に行くならまずはキャラバン宿駅に行くといいよ。あそこが砂漠地帯へ行く一番便利なルートだから。何か僕に手伝えることがあったらここまで来てくれ。君たちに知恵が訪れますように。おう、ハイパシアが良くなるといいな。それじゃあまたな。